将棋将棋の先鋒拒否者角代わり筋違い角、筋違い角とは、将棋の用語の一つで、角行初期配置の筋と別の筋に打つこと、またその打った角。また、角交換後に、筋違いの位置に角を打って活用する先鋒のことも、指す。角の初期配置は88であり、ならない限り移動場所は、符号の合計が偶数のマスに限られる。これに対し、 初期配置の角が移動できないマスに打たれた角を筋違い角と呼ぶ。符号の合計が奇数となる場合である。先方としての筋違い角の開局手順は、7、6歩、8、4歩に6歩以下角代わりの出だしから、後手が角交換後に2、銀、二7、8、金とせずに4、五角と打つ。これは6、3歩生と3、4歩の歩を取っての一歩得を狙う。 六二銀三四角三二金以降は角を自陣に引き付けて角の利きを利用して局面をリードする狙い。一手損角代わりが普及してからは七六歩に三四歩としてきた場合に二角なり、同銀四五角と角を打ち、六二銀三四角三二金もしくは五二金右、三四角五四歩もしくは五二金右三四角六、五角だ、の順が見られ、 三四の歩を取るのが一連の手順である。この後は棒銀にしたり、向かい飛車に振るなど様々な指し方がある。奇襲戦法というイメージが強いが、過去のプロの対局でも参見される。昭和期にはタイトル戦でも登場しているが、近年は滅多に指されない。イメージと読みの将棋感によると、特に筋違い角は、第三図の局面で戦法としての評価は非常に低い。 ハブヨシハルは四五角のラインがあまり良くない。佐藤やスミツは単純な角の利き筋が少ない、筋違い角の本を監修している。森内俊幸はそんなに悪い戦法ではないとしながらも、勝率イメージは5割を切り、谷川浩二や渡辺明は手放した角の活用の難しさを指摘している。プロ棋士にしてみると、序盤早々に形を決めてくれるのが、むしろありがたいというイメージがあるようである。 イメージと読みの将棋観では特に、藤井武氏は、相手の振り飛車対策で5手を持って先手に、筋違い各島飛車を6局ほどやられているとして、以前は対策に困っていたが、現在では大丈夫であるため先手の勝率は1割だと、している。刺し方は以前は、B 図のように位を5筋と4筋取っていたが、5四銀の座りが良くないため、A 図のように腰掛け銀に組んで4筋の位を取る。 刺し方にしているとし、後手が楽勝としている。なお、天競合の中で、三間数をしか刺さない戦法として、筋違い角島飛車穴熊がある。これは七六歩三四歩二二二角成同銀、四五角から島飛車に振り、シーズのように穴熊に組む。以下は、木を見て、九六角のコースで角を使うのが狙い。第五から一図のように、 坂田流向かい飛車ので出だしで四五角の筋違い角を打ち展開する指し方もある。第五から二図は9線向かい飛車型になる例で、追加七に金に八六歩が生じている。これを同歩であると八三歩同金八六飛。一回八四歩には八三角なり同飛七五、金八四金などの展開がある。他方、第五から三図のように角を六七に収め、 七五の位を取るスタイルもある。こうなると、坂田竜側が七六金八五金や八六歩、同歩八五歩から八六飛など、八筋反撃の手に困らなくなる。第五から四図は島飛車の例で、これは一飛車側から角を目標に四四銀五五、銀三三つのうちで、六筋反撃を食らう順に、あらかじめ備えている。い、飛車防銀の例もあり、

以下の手順例は 73K ならば45歩同歩。同計44銀同銀同金53銀4、5金42銀なり同飛5一角などの進行で、先手の攻めが続く。筋違い角坂田流を応用した戦術に、大層意志だように編み出された、こなた、システムと呼ばれる指し方がある。陽道の相振り飛車の趣向きで、10秒将棋であれば、プロ騎士に勝利したこともあるが、 第六から一図のように後手三に飛に八八、角なりから六五角を打ち、四五角の打ち合いから、先手は七八金と角なりを防ぎ、四六歩の退路を設けてから第六から二図のように、飛車を向えい飛車に振る。その後の展開第六から三図のように金を繰り出して、相手の玉頭を攻める順となれば、石田流側は数の攻めで支えきれない。したがって、石田流側の対策として、 第6から4図のように角を移動させて、交換を迫って攻撃力を緩和する手順も取られる。ここで先手側は交換して4三角とする順や5六歩と、拒否してから7五歩と角を追ってから8四歩を狙う、差し方などがある。攻撃力はあるが、自陣の玉は不安定なので、反撃に気をつける必要がある。ありがとうございます。